ニュースマグビです。こちらは戦後75年目の8月15日日本武道館で行われた政府主催の全国戦没者追悼式の写真。式辞を読み上げた安倍首相をはじめ閣僚たちが顔を揃えた中で悪目立ちしている人物がいるようです。式典出席者によると、献花の時間、田中和則復興大臣と河野太郎防衛大臣が居眠りをしているように見えたんです。特に田中復興大臣は首を大きく傾けたまま目を全く開けない静粛な雰囲気の中でかなり目立っていたとのこと。両大臣の事務所に取材したところ、居眠りはしていないと否定しています。ニュースマグビ。